日本のトレーニングはダイエットや体を大きくするのが理由として多いと思いますが、海外の方はどんな理由が多いと思いますか？同じじゃないかな。ダイエットというのは体を絞りたいというか、もちろん体を大きくしたいというのも多いと思うけれども、あと、まあ日本もアメリカも同じだけども、スポーツの補強として始めてそれが面白くなっちゃったという、俺もそうなんだけれども、結局ウェイトトレーニングを、が補強のはずがウェイトトレーニングの方が本職よりも好きになっちゃったという、俺みたいなタイプとかね。